パウダーが塗りやすいように、クリームタイプの少しラメが入ってるシャドウを先に乗せていきます。 最近は目頭までしっかり引くっていうよりかは、ポイントで引いてあげるのが流行ってるので、今日もそんな感じで仕上げていきます。 粉乗せていきます。アイシャドウ色味何色系でいきますか？ブラウンだったりピンクブラウン、オレンジ系。 メイク可愛い系ということなので、眉毛ちょっと柔らかい感じに仕上げていきますね。失礼いたします。 色味いかがですか？大丈夫ですか？ 少し足りないところ足していきますね。下がってこないようにコーティングします。 外側から内側に向かってグラデーションになるように乗せていきます。
を動かしながらやった方がナチュラルな眉毛になるので、ファンデーションも保湿成分が多めに入っているものを使用させていただき、1日乾燥しないように仕上げていきます。アイライナーの上からアイシャドウをのせて、アイライナーが浮かないようにしていきます。全体的になじませていきます。お願いします。今からリトルメイクで一番特徴となる目元の部分をしていきますね。今日はつけまつげつけていきますね。失礼します。なので目開けれますか？大丈夫そうですね。さあ、また閉じてください。わあ。スキンケアから始めていきます。結婚式場が多いので、結婚式のセットにヘアメイクいらっしゃる方がかなり多いです。よれやすいのもあると思うので、少しよれにくいようなメイクがいいかなと思います。お肌がとっても綺麗なので、それを活かしながら透明感があって、少しツヤっぽいようなお肌の質感と、あとちょっと春夏っぽいような少しピンクメイクをさせていただこうと思います。眉毛描いていきます。少しピンク色重ねます。眉マスカラをのせていきます。もう少しちょっとツヤ感出していきます。
リップのお色的にはピンクオレンジで仕上げていきます。毛流れ整えていきます。チークの入れ方は斜めに入れるんじゃなく、ちょっとこうハート型になるようにお乗せしていきます。最初にラメ乗せていきますね。色がすごい可愛い、うん。でブラウンのマスカラを使わせていただくので少しこう全体的にもまた柔らかい印象になるかなと思います。パウダーが乗りやすいように、クリームタイプの少しラメが入ってるシャドウを先にのせていきます。マット仕上げにするのであればパウダーだけでいいと思うんですけど、ちょっと今日はツヤ感メインなのでマスカラで整えていきます。最近は目頭まで、しっかり引くっていうよりかは、ポイントで引いてあげるのが流行ってるので、今日もそんな感じで仕上げていきます。この上からさらにリキッドライナーで いらっしゃいませ。こんにちは。ありがとうございます。お席ご案内します。本日は当店吉祥寺、ヘアサロンブーミーへお越しいただきありがとうございます。本日担当させていただきますちなみです。よろしくお願いいたします。本日カットだったりとか、着付け、女性も男性も施術が可能になっておりますが、その中で、メイクでお間違いないでしょうか。本日、季節的にも、秋風メイクで施術させていただきますので、楽しみにしていてください。本日はよろしくお願いいたします。前髪とかも止めちゃうんですけど、大丈夫そうですか。はい、ありがとうございます。
最初ベースからしていきますね。一応低刺激なものは使わせていただいてるんですけど、染みたり痛いところがあったら言ってください。ツヤ感が流行ってるので、リキッドファンデーションにクリーム入れてちょっと、ツヤを出していきます。気になるところだけコンシーラーのせていきますね。コンシーラーなんですけど、ちょっと明るいトーンなので、目元の周り、ハイライト代わりで使っていきます。クリームタイプのハイライトのせていきますね。これはラメ感も入ってるので、少しキラッとツヤ感が出やすいです。次に、パウダーに入っていきます。で、パフでのせるのもいいんですけど、ハケで、ブラシでのせるとよりツヤ感が出てくれます。
でなるべくマスク生活が多いので崩れないようにお粉を少し多めにのせておきます。次シェーディングですね。チークに入っていきます。でこのチークは、リキッドタイプなんですけど、こちらのお粉の上からのせていただいても大丈夫ですし、お粉をする前にのせていただいても大丈夫なチークなので、用途に合わせて変えてあげてるといいかもしれないですね。ここがキュッとしてました。ここキュッとしましたね。でもシェーディングやりすぎちゃうと、ちょっとこう、はっきり分かれちゃうので、あんまり、やりすぎも良くないですね。次、ハイライト入っていきます。でもハイライトはベースで入ってるんですけど、今日はツヤがある、秋風メイクなので、よりちょっとラメ感がしっかり入ってる、ハイライトを乗せていきます。大きなラメじゃないので、あんまりこうギラギラしすぎず、ナチュラルな仕上がりになります。次、目元入っていきますね。じゃ目閉じていただいて。パウダーが乗りやすいように、クリームタイプの少しラメが入ってるシャドウを先に乗せていきます。オレンジ入っていきますね。
構グラデーションにする方が、するのが苦手な方が多いんですけど、最初にこのまぶたにのせてもらって、そこから徐々に徐々に広げてあげるとグラデーションになってくれるの で少しずつのせてあげるとよりいいです。痛いですか？いや、痛くない。ドライアイ。そうですね。全然楽にしていただいて大丈夫ですよ。綺麗にできるのは難しいですね。コツとかありますか？涙袋、そうですね。今みたいに、なんだろう、こう目をちょっと細めるようにしていただくと、誰でもこうぷくってなるので、そこに、シャドウを乗せてあげるのをイメージしていただければいいかなと。の方お願いします。
次アイライン入っていきますね。この、ペンシルライナーは少し柔らかいので、ブラシとかでまたぼかしてあげるとよりグラデーションになってくれます。この上からさらにリキッドライナーでライン引いてあげるとコントラストが出てより奥行きのある目元になってくれます。最近は目頭までしっかり引くっていうよりかは、ポイントで引いてあげるのが流行ってるので、今日もそんな感じで仕上げていきます。次また天井の方を向いていただいていいですか。目開けたままでお願いします。可愛いですね。似合いますね。じゃあ次ビューラーに入っていきますね。じゃあ目元を、お膝元に向けていただけると。はい。痛かったら言ってくださいね。でも、もともと、しっかり上がってるので、なので、本当に自然に上げていきますね。次すごい長いですね。大丈夫ですか？はい。もう一回失礼します。じゃあまたお膝元の毛。
まあ、秋風メイクなのでとリキッドライナーとか、マスカラブラック使わずにブラウンで仕上げていきます。目尻に、ポイントでオレンジ入れていきます。そうです、マスカラ。じゃあ次、天井の方ね。最近マスカラとか、アイラインとかでもカラーの、お色が増えてきてるので、なのでそれ使うだけでいつもとはちょっと違う雰囲気楽しめるかなと思います。眉に入っていこうかなと思います。はい、で元々が結構しっかり形が整ってる眉なので、今の、眉を活かしたいなと思います。で眉は、地毛の、髪の毛のワントーンからツートーンぐらい明るい方が抜け感が出てくれるので、とてもお顔が明るく見えておすすめです。眉マスカラをのせることでさらに抜け感が出てくれます。ツヤも出るので、マット仕上げにするのであればパウダーだけでいいと思うんですけど、ちょっと今日はツヤ感メインなのでマスカラで整えていきます。このマスク生活って、落ちたりしないように下地からつけていきます。
今日は、秋メイクなのでオレンジメインに使わせていただいてるんですけど、チークだったりリップに少しピンクを、ピンクが混ざったようなお色で洋服と少し合うようにしています。なじませていただいて、ありがとうございます。カバンに持っていただいてちょっとポイントでオレンジ使わせていただいて、ちょっと秋風メイクにさせていただきました。かわいいです。お仕上がり大丈夫そうですか？綺麗でした、ね、とても似合ってます。初めてだよね、これ。かわいいです。ありがとうございます。ちょっと髪の毛外しますね。粉乗せていきます。アイシャドウ色味何色系でいきますか？ブラウンだったりピンクブラウン、オレンジ系。メイク失礼いたします。メイク可愛い系ということなので、眉毛ちょっと柔らかい感じに仕上げていきますね。失礼いたします。眉とつなげてノズシャドウ入れていきますね。
はい、目閉じてください。ヒロミいかがですか、はい、大丈夫ですか。少し足りないところ出していきますね。下がってこないようにコーティングします。いらっしゃいませ。消毒の方お願いします。はい、検温失礼いたしますね。はい、大丈夫です。そのままご案内いたします。どうぞ。足元気をつけてください。本日はヘアセットサロンアリエス新宿にご来店いただきありがとうございます。担当いたします、矢部です。よろしくお願いいたします。アリエスではヘアセット、メイク、着付けの施術が受けられます。新宿に3店舗展開しておりまして、幅広い年代の方にご利用いただいております。外国の方もご来店されることが多いので、ぜひご利用ください。本日はメイクとヘアセットをしていきますね。最初にメイクから始めていきます。よろしくお願いいたします。ちょっと急げますね。ベースから失礼いたします。ベースメイク失礼いたします。朝は平日は9時からやってます。土日祝が8時からですね。デートとか、まあ、そういうお出かけの時。そうですね、お出かけだったりコンサートだったりイベント前に来られるお客様が多いですね。
イライトのせてきます。リング入れますね。メイク可愛い系ということなので、眉毛ちょっと柔らかい感じに仕上げていきますね。失礼いたします。眉とつなげてノズシャドウ入れていきますね。アイシャドウ、色味、何色系でいきますか？ブラウンだったり、ピンクブラウン、オレンジ系。それありますか？
じピンクブラウン系でラメ乗せても大丈夫ですか、はい、大丈夫です。気持ちピンクブラウン系で仕上げて際に少しカラーを乗せたりとかいかがですか、はい、大丈夫ですか、はい、かしこまりました。この下まぶた塗るので目線天井にお願いします。目頭に少し色のせますね、はい、目開けて天井です。はい、ありがとうございます。もう一度天井にお願いします。涙袋にラメ乗せますね。はい、ありがとうございます。
つげ上げるので目線気持ち下見ててください。大丈夫ですか？コーティングします。反対側失礼します。これは下地です。下がってこないように。目開けられます。はい、大丈夫です。アイライン引いていきますね。少し跳ね上げていきます。大丈夫ですか？はい、はい、失礼いたします。目開けた状態で正面見ててください。まばたきはしても大丈夫です。閉じて大丈夫です。開けてください。今度はまつげの間埋めていくので目線気持ち下げててください。塗っていきますね。
対側になりますね。下にライン引くので目線上です。この下マスカラいきますね。これも上見ててください。はい、大丈夫です。チーク塗っていきますね。色味ピンク、オレンジ、オレンジなので、オレンジでいきます。はい、かしこまりました。リップ色味はどうなさいますか？合いそうなのはコーラルピンク系、オレンジとピンクちょっとずつ混ぜて、はい、大丈夫そうですか？はい、かしこまりました。もう字開けられますか？ちょっとだけ浅くらいです。色味いかがですか？はい、大丈夫ですか？あと少し足りないところ出していきますね。
い、完成です。いかがですかね。鏡よいしょ、ご確認の方お願いします。綺麗ですね。大丈夫そうですか。はい、はい、ありがとうございます。疲れますね。外側から内側に向かってグラデーションになるように乗せていきます。こうぼかしながらやった方がナチュラルな眉毛になるので、ファンデーションも保湿成分が多めに入っているものを使用させていただき、1日乾燥しないように仕上げていきます。アイライナーの上からアイシャドウをのせてアイライナーが浮かないようにしていきます。全体的になじませていきます。いらっしゃいませ。消毒と検温のご協力お願いします。失礼いたします。ありがとうございます。ではお席ご案内します。こちらのお席にお願いします。すいません。本日はヘアメイクシュエットにご来店いただきありがとうございます。当店は表参道にあり、ヘアセット、メイク、着付け、ネイルをやらせていただいております。ご利用されるお客様は、ご結婚式に参列されるお客様、デートに行かれるお客様も多く、男性も外国人の方もご利用いただいております。本日はヘアセットとメイクの方やらせていただきます。では今からメイクの方やらせていただきます。よろしくお願いいたします。それだけタオル失礼いたします。髪の毛止めさせていただきますね。スキンケアから始めさせていただきます。低刺激のものを使用してますが、もし染みたりしたらおっしゃってください。失礼します。次、乳液塗らせていただきます。今の時期、お肌が乾燥しやすいので、しっかり保湿してから始めさせていただきます。ファンデーションも
保湿成分が多めに入っているものを使用させていただき、1日乾燥しないように仕上げていきます。次を下地に塗ります。はい、落としてからすることも可能で、目を開けていただいて目線を上にお願いします。ありがとうございます。ファンデーション塗っていきます。こちらはセミマットタイプのファンデーションになっております。また目を開けていただいて目線を上にお願いします。ありがとうございます。次に体を乗せていくので目を閉じててください。こちらのパウダーは保湿成分が入っているので冬でも乾燥しづらいものになりますね。全体的になじませていきます。じゃあ眉毛の方から描いていきます。本日は柔らかい印象に仕上げていきたいので、髪の色より少し明るめのものでやっていきます。
次にパウダーのせていきますね。ぼかしながらやった方がナチュラルな眉毛になるので。すごい綺麗です。あ、本当ですか。ありがとうございます。違うかな。ちょっと眉マスカラも塗っていきます。じゃあ本日はお洋服の色に合わせてこちらの色を使って、はい、メイクさせていただきます。とこれからプラム色が流行りそうなので、一度目を開けていただいて正面に。
ありがとうございます。目を開けていただいて目線を上にお願いします。下まぶたにもオイルをのせていきます。ありがとうございます。また目を閉じていただいて、ポイントで目頭側だけにラメをのせていきます。ください。はい、ありがとうございます。アイシャドウに合わせてブラウンのアイライナーで、はっきりしすぎず目力を出せるように仕上げていきます。全体に細く入れていきます。アイライナーの上からアイシャドウをのせていって、アイライナーが浮かないようにしていきます。一度目を開けていただいて正面見てください。目線を上にお願いします。目線を膝元でまつげ整えていきます。マスカラを塗っていきますので、また膝元に目線をお願いします。失礼します。目線を今度上にお願いします。ありがとうございます。ハイライトをのせていきます。こちらのルナソルとセザンヌのものを使用させていただきます。
綺麗な感じに仕上げていきたいので、頬骨の高い位置から外側から内側に向かってグラデーションになるようにのせていきます。ちょっと斜め下にやっていくのがポイントで、先ほど使用したのがマットなので上からちょっとツヤ足していきます。リップも乗せてきますね。あのリップクリーム、はい、下地を。保湿用に下地塗っていきます。こちらも洋服に合わせてワインレッドのお色で、できるだけマスクにつきづらいようにマットのティントを塗っていきますね。ちょっと唇なじませていただいて、はい、ありがとうございます。こちらでメイク完成になります。ご確認お願いします。ああすごいナチュラルなメイクですね。はい、ああ綺麗。
願いします。今からレトロメイクで一番特徴となる目元の部分をしていきますね。今日はつけまつげつけていきますね。失礼します。まだ目開けれますか？大丈夫そうですね。はい、また閉じてください。わあ。こんにちは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 。次に消毒お願いします。はい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 、ありがとうございます。では、席ご案内します。はい、お願いします。どうぞ。こちらのお席をお願いします。はい。本当にいらっしゃいませ。ありがとうございます。ヘアメイクサロンシャルメの岡田と申します。お願いいたします。当店は、新宿から、新宿西口から5分でお越しいただける、とてもアクセスのいいサロンとなっております。で、メニューの方が、ヘアセットと、メイクと、お着付けの方のメニューがございまして、成人式や卒業式にももちろんご利用いただけますし、夏は浴衣の方もお着付けしておりますので、うん、そちらもご利用いただけます。で、男性女性ともにご利用いただけるサロンとなっておりますので、ご友人様やカップルの方々でもご利用いただけるサロンとなっております。で、本日は、メイクのメニューさせていただくんですけれども、ちょっとレトロ系のメイクさせていただきますね。よろしくお願いいたします。お願いします。今日お顔何かつけてますか？リップ、リップだけ。リップだけ OK です。じゃあスキンケアからしていきますね。お願いします。失礼します。目閉じててください。目元失礼します。乳液塗っていきますね。目元失礼します。目開けて目線上にお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。で、下地塗っていきますね。当店では必ず、メイクの前にはスキンケアからさせていただいておりまして、一応オプションにはなってしまうんですけれども、スチーマーのご用意もあるので、きっちり保湿してから、
メイク開始すること可能になっております。普段お肌乾燥しやすいとかありますか？あ、そうですね、ちょっと乾燥しやすい。かしこまりました。で、保湿重点的にしていきますね。目開けて目線上でお願いします。閉じてください。ありがとうございます。ではファンデーションしていきますね。失礼します。目元失礼します。目線を開けて目線を上でお願いします。ありがとうございます。目の下のクマを取るために目線をまた上でお願いします。赤系のコンシーラー重ねますね。気持ち悪くないですか？大丈こなしていきますね。目元失礼します。目開けて目線上でお願いします。ありがとうございます。閉じてください。ありがとうございます。眉毛抜けながら整えていきますね。
reservation. ソルダーで隙間埋めていきますね。レトロメイクの特徴が太眉に塗ってるので、元々の太さを生かしつつちょっと上の方を足したりとかしてちょっとレトロ風にしていきますね。今からレトロメイクで一番特徴となる目元の部分をしていきますね。はい、そのまま目を閉じてください。アイシャドウのベースのクリーム状のものを塗っていきますね。失礼いたします。発色良くするために塗っていきますね。レトロメイクのアイシャドウは基本的に単色一色塗りになってますので、今日は淡めのブラウン塗っていきますね。失礼します。目を開けてください。はい、ありがとうございます。閉じてください。ちょっとラメを塗っていきますね。失礼いたします。では目を開けて、目線上でお願いします。下まぶたにも塗っていきますね。
言いたくないですか？うん、大丈夫です、はい、目閉じてください。目を開けて目線上でお願いします。本日のつけまつげをつけていくんですけど、先にまつげ上げてマスカラ塗ってからつけまつげつけますね、はい、目線膝元お願いします。次長いですね。まつげとまつげの隙間埋めていきますね。目閉じてください。痛かったらしゃってくださいね。今日はつけまつげつけていきますね。レトロメイクはまつげがはっきり濃く長いのが特徴になってますので、しっかりつけまつげつけていきますね。一回目元合わせてみますので閉じてください、はい。ちょっと猫目にしていきたいので、少しだけ中央というよりはサイドに寄せてつけていきますね。目閉じてください。まだ目開けれますか？大丈夫そうですね。はい、また閉じてください。乾かしてる間そのままでお願いします。
目開けれますか？大丈夫そうですね。閉じてください。このまま乾かしますね。でまつげ乾かしてる間にハイライトしていきますね。シェーディングも入れていきますね。チークも顔色がよく映るように結構全体的に入れていきますね。では目を開けてみてください、はい、ありがとうございます。では目閉じてください。アイラインを足していきますね。リトルメイクの特徴がこう跳ね上げたアイラインになりますので、そのまま跳ね上げで描いていきますね。失礼いたします。目開けてください、はい、ありがとうございます。確認してもいいですか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さらに目をパッチリ見せるために下まつげにもマスカラしていきますので、目線上でお願いします。で一塗っていきますね。口をちょっと開けてください。ありがとうございます。馴染ませてください。レトロメイクの特徴がはっきり輪郭を取ったリップになっていきますので、しっかり塗っていきますね。で、こっち半開きぐらいで開けてください。ありがとうございます。
一回なじませてください。ありがとうございます。楽しませてください。ありがとうございます。最後にツヤっぽいハイライトしていきますね。ありがとうございます。メイクの方完成いたしました。わあ、レトロっぽいですよ。すごっ。そうなんですよ。メイクの特徴が眉毛と目もはっきり、リップも立体的にっていうのがレトロメイクになってますので、レトロっぽい仕上がりかなと思います。わあ、すごい綺麗。アイライナーも、ありがとうございます。ありがとうございます。スキンケアから始めていきます。と近くに、結婚式場が多いので、結婚式のセットにヘアメイクいらっしゃる方がかなり多いです。揺れやすいのもあると思うので、少し揺れにくいようなメイクがいいかなと思います。お肌がとっても綺麗なので、それを活かしながら透明感があって、少しツヤっぽいようなお肌の質感と、あとちょっと春夏っぽいような少しピンクメイクをさせていただこうと思います。眉毛描いていきます。ピンク色重ねます。こんにちは。あ、消毒ご協力お願いします。ありがとうございます。検温手首で失礼します。はい、ありがとうございます。こちらに中にどうぞ。今日はご来店ありがとうございます。表参道にある美容室ランベリーの新井です。よろしくお願いいたします。当店はトリートメントやヘッドスパに特化した美容室になります。女性や男性の方、幅広く外国人の方も多くいらっしゃいます。
以前はヘッドスパいらしていただきありがとうございます。今日は夏っぽいヘアスタイルとメイクをさせていただきます。最初はメイクから始めていきます。よろしくお願いします。顔失礼します。スキンケアから始めていきます。今日のスキンケアは保湿をしっかりしながらメイクに影響がないような敏感肌の方にも使いいただけるようなものを使用しておりますのでご安心ください。失礼します。今乳液をつけています。しっかり保湿してからメイクを始めていきます。当店ではオーガニック系のブランドを多く取り扱っていて、オーガニック系の洗顔料なども大変人気で、女性から男性に多く使われております。下地をつけていきます。失礼します。お鼻には少し
テカリを抑えるような下地をお付けいたします。どんな感じのメイクでいただくんですか？お肌がとっても綺麗なので、それを活かしながら透明感があって、少しツヤっぽいようなお肌の質感と、あとちょっと春夏っぽいような少しピンクメイクをさせていただこうと思います。します。上を向いていただけますか？ありがとうございます。ありがとうございます。とかそういう、はい、
デートとかに行かれる人はメイク頼む、ね、あはい、そういう方もたくさんいらっしゃいますし、と近くに、結婚式場が多いので結婚式のセットにヘアメイクいらっしゃる方がかなり多いです。メイクしやすいんですか？顔立ちもはっきりされてて本当にお肌もお綺麗なので、あの隠すところがあまりないので、それをちょっと活かしながらメイクしたいなと思います。はい、セッティングしていきます。アイメイクしていきます。私はどういうのが流行りそうですかね。ツヤ感があるとか、マット系、やっぱりツヤっぽい方がちょっとトレンドで流行ってるんですけど、やっぱり夏であのマスクもつけてたりしてとよれやすいのもあると思うので、少しあの寄れにくいようなメイクがいいかなと思います。ピンク系だとかちょっとオレンジっぽいメイクが流行ってます。上向いてください。
見上げてください。上向いてください。これはグリッターフトラメです。手でなじませますね。下まつげにつけていきます。上向いてください。失礼します。眉毛描いていきます。
ープは初めにオレンジ色、オレンジ系のお色のせていきます。口を開けていただきますか。ありがとうございます。ありがとうございます。少しピンク色重ねます。これで完成になります。綺麗。すごい素敵です。ありがとうございます。すごい可愛いです。 I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up.And subscribe. So in today's video, we came to our regular place. Usually we get head spa of this salon. This salon is called Lanvery and located in Omotesando area. The area is very famous for shopping malls. I really like to come here often off camera as well to get head spa and sometimes hair styling. And today I gotmore summer style makeup and hairstyle, and that matched my outfit also. You can show the stylist your image. Usually people come here to go to a party, or there is a wedding places around this area also, and also for dates. And if you have something special like birthday, date, or wedding, orjust an occasion, or you want to make your regular day something special, you are always welcome to come here. Everyone is welcomed, foreigners, males, females, everyone can enjoy this place. And I recommend getting head spa and hair styling, makeup. They have other menus as well, hair cutting, coloring and stuff,
is very friendly and she just makes you comfortable here. If you are interested in this place, I will leave all the information in the description and in the comment section. Make sure you check their website and your reservation. And I will see you in my next video. Bye!眉マスカラをのせていきます。もう少しちょっとツヤ感出していきます。リップのお色的にはピンクオレンジで仕上げていきます。毛流れ整えていきます。チークの入れ方は斜めに入れるんじゃなく、ちょっとこうハート型になるようにお乗せしていきます。最初にラメ乗せていきますね。色がすごい可愛い、うん。でブラウンのマスカラを使わせていただくので、少しこう全体的にもまた柔らかい印象になるかなと思います。こんにちは。じゃあ消毒お願いいたします。上着をお預かりしますね。お預かりします。じゃあこちらご案内いたします。こちらのお席でお願いします。少々お待ちください。本日は、ブーミー吉祥寺店へ、ご来店いただきありがとうございます。半年ぶりのご来店ですね。はい。じゃあ今日は、当店では、カット、カラー、着付け、メイク、ヘアセット、男性、女性、もちろん外国の方も、ご来店いただいてます。と本日は、春を意識した、メイクとヘアセットでお間違いないですか？はい。じゃあ今日は、これからメイクからさせていただきますね。よろしくお願いいたします。今ベースとかって塗ってます？うん、塗ってないですか？はい。スキンケアだけで。じゃあベースからお付けしていきますね。最初下地からお付けしていきます。じゃあ低刺激なものは使わせていただいてるんですけど、お痛みだったりとか違和感感じたらすぐ言ってくださいね。
今日は、春を意識したメイクになるので、リキッドファンデーションを使わずに、下地と、ポイントだけちょっと、コンシーラー乗せて、その上からパウダーつけて、ちょっと透明感出していきますね。うん、すごい。もともとが綺麗なので、十分。下地だけとかでも綺麗に仕上がってくれるかなと。乾燥してます？うん、最初にちょっとワセリンのせていきます。なじませてもらっていいですか？出せます。ハイライトです。スティックタイプのハイライトなので。馴染みが、お肌との馴染みがいいかなと思います。この上から、ラメ感が入ったパウダーで、お肌のベースを仕上げていきますね。そうですね。結構細かいラメ感が入ってる、こう不自然じゃない自然なラメが入ってるものが結構流行ってるかなと思います。
せていきますね。全体的にピンクの、メイクさせていただくので、どっちかっていうと大人っぽいイメージっていうよりかは少し柔らかいフェミニンなイメージでメイクしていくので、チークの入れ方は斜めに入れるんじゃなく、ちょっとこうハート型になるようにお乗せしていきます。だけでも全然外に出れるぐらいのツヤ感なので可愛いと思います。次眉毛入っていきますね。で前回同様綺麗な眉毛されてるので、本当足していくようなイメージでメイクしていきます。ですか。ありがとうございます。自分でネイルしました。見た瞬間は可愛いかも。嬉しい、ありがとうございます。なんかコロナ禍に入って今までネイルサロン行ってたんですけど、緊急事態宣言が出てネイルサロンが閉まっちゃって、それをきっかけで自分でやるようになりました。すごいですね。左側も。あ、そうですね。なかなか。すごい素敵だな。やっぱり、なんだろう、時間はかかりますね。そうですか。片手ずつなので。そうですね。で眉の描き方としては、グラデーションになるのが一番理想的なので、どん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 こう濃くなっていくようなイメージで眉を仕上げてあげると綺麗に仕上がるかなと思います。なので今回は、眉尻だけちょっと足していくような感じでメイクしていきますね。はい、オレンジ色のメイクもすごく評判が良かったです。
似合ってましたね。かわいい。色もすごく素敵だ。あ、よかったです。ちょっと明るい色を足していきますね。眉マスカラをのせていきます。シャドウ入ってきますので、お目元つぶっていただいて、最初にラメのせていきますね。相性ぴったりです。動かしていきますね。今回全体的にピンク使っていくので、ベースとなる、シャドウですね。シャドウはもう本当もう単色一色で使わせてもらって、リキッドライナーでちょっとこう強みを出してメリハリを出してあげていくと可愛いかなと思います。ここにピンクのシャドウだったりとかブラウンのシャドウだったりとか乗せても可愛いんですけど、あまりこうケバケバしくなるのは最近流行ってないので、色味はほとんどシャドウで色味はほとんど使わずにこうポイントで色味を使っていくと可愛いかなと思います。天井の方向くような感じでお願いします。涙袋を描いてます。ちょっとぼかしていきますね。下が苦手ですね。
ドライアイ。大丈夫ですか、うん、ティッシュいります？大丈夫ですか？店長の方お願いします。これはそうです、シャンパンゴールドって感じですかね。もう一回上向いていただいて、普段は、ビューラーしていくんですけど、テイクさんは、ビューラーしなくてもまつげが綺麗に上がってるので、今回はなしで施術していきます。じゃあ、目線を、お膝元に向けていただきます。でブラウンのマスカラを使わせていただくので、少しこう全体的にもまた柔らかい印象になるかなと思います。下マスカラを、ピンクのマスカラを使っていきたいなと思います。
下まつげ入っていくので天井の方向いていただきます。近くに持ってきたらすごい分かるんですけど、お肌、うん、ファンデーションの量すごいですね。あ、そうですよね。細かいパールが入ってるので、なのでなんですかね、こう粉っぽくないというか、自然に、うん、仕上がってくれますね。少しちょっとツヤ感出していきます。あ、よかった。ベースからお付けしていきますね、リップの。馴染ませていただいて、ちょっと気持ち開けていただいていいですか。リップのお色的には全体がピンクでおまとめしてるので、リップもピンクにしてしまうとちょっとこう甘くなりすぎちゃうので、ピンクオレンジで仕上げていきます。
なじませていただいて、お色どうですか？綺麗ですね。大丈夫ですか？ちょっともうちょっとチーク出しちゃいます。鏡持っていただいて、今回、お目元に印象が結構強いので、あのお色使ってるので、なのでベースをメインでツヤのあるベースで仕上げさせていただきました。お仕上がり大丈夫そうですか？すごく好きです。ああ、よかった。ぜひ参考にしてみてください。すごい可愛いです。似合ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe. So in today's video, we came to one of my favorite hair salons called ブーミー in Kichijoji Station. This place is very easy accessible place. As you can see, makeup stylist and hairstylist is so professional. I have one video with them like 6 months ago, and today's look is also very beautiful, I guess. And I got done my hair as well. The hairstyle turned out very well. The makeup is also very beautiful, just perfect for spring and season. So many events, holidays are coming up, so you better schedule your reservation. And this place accepts females, male customers, also foreigners, and also they have kimono styling and hair styling, makeup, hair cutting. This place is quite famous because stylists are very professional and they have really nice salon design. They have special discount for all the ASMR Twix subscribers. When you come here, mention ASMR Twix in the beginning of your session, then you can get 10% off of your session. So I recommend you to come here and to make your stay special. If you live nearby, you're always welcomed. So if you're interested in this place, I will leave all the information in the description and in the comment section. Make sure you check their website and book your reservation. And I will see you in my next video. Bye!